空振りの三振です。この回先頭の大山を三振に取ります。空振りの三振、ツーアウトランナーはセカンドです。空振りの三振、ランナーセカンドに残塁に終わりました。空振りの三振、見逃しの三振、最後は変化球でした。タイガース無得点です。154キロ、空振りの三振。まずワンアウトを取りましたエスコバー。150キロのボール、振りを振ります。151キロ、嶺井の構えはインサイド、しかしアウトコースのハイファストボールというか、まあ、結果形にはなりました。